함께 살 거! 次に野菜では数多くある品目の中から春を先取りしているので、その辺も非常に重視に出来上がっていると思いますので、こういう調味料ですね、召し上がっていただきます。こんにちは、うどん県知事の浜田です。香川県は実はうどんだけじゃない、いろいろと美味しいものがあります。うどん県それだけじゃない香川県、ぜひおいでください。お待ちしています。